お疲れ様です。はい、お疲れ様です。剛さん、今日の対談は？今日の対談、はい、また大阪に来ました。前回と一緒、前回福留孝介さんが出演していただいてですね、次はなんと糸井嘉男さん、まあ、糸井選手ですね、あの筋肉マッチョ、本当にね、あの現役時代あんまり、まあ、あの喋ったりはするんですけど、どういうトレーニングして、どういうバッティング練習して、どこまでこういうここまで来るのにどうやって、技術を上げてきたかというのをあまり、話し合ったことがないので、ぜひ今日ちょっとアタックしてみます。糸井嘉男選手、ヨッピーです。行ってきます。おー、いました。ヨッピー、ご無沙汰です。わーい、元気ですか？強し強し監督。監督じゃないよ。あ、監督、あ、監督ですね、今。え、忘れてたん、自分で。はい、元気か？元気よ。相変わらず元気よ。テンション高いっすね。無駄にごついけど、もう現役やめて1年、まだ9月、いつやめたかも。9月の後半に引退試合したから、はい、まあ10ヶ月ぐらい。どうですか、引退してからのこの、まあ、毎日、今までは朝起きたら今日も試合だ、あ、今日もなんか生活リズムが一般人になったなって感じ、はい、なんか朝は朝で、昼は昼で、はい、夜は夜みたいな。こう僕ら現役中は、はい、やっぱナイターとかデーゲームで、まあ、昼間起きてとか全然あったけど、はい、なんか最近はそういうのがなくて。結構朝早く起きます？いや、朝好きやね。ねえ、うん、やめてからの方がなんかプレッシャーもなく朝の。そうやね。あ、やっぱそうなんだ。プレッシャーはないね。だからストレスフリー。ストレスフリーめっちゃいいやん。めっちゃいいっすね。ストレスフリーって言ったらあれやけど、はい、僕もやっぱ独立リーグの監督、まだ兼選手もしてるから、まあ悔しい時もあれば嬉しい時もあれば、まあまあ、まだストレス抱えながら。それもやっぱ勝負師で生きてきたからいるよね。いります。どうですか今、刺激ない？ないね。だからストレスフリーやけど刺激がない毎日っていうか。これいつまで刺激ない？まあ今年1年は刺激受けたくないなと思って。まあまあまあ、実際あの大学近大からドラフト入ってもう何年ですか？プロ生活。プロ生活は、19年。19年。19年ですね。ピッチャーで入って、僕が初めて糸井さんに会った時は、うん、日ハムドラフト1位で。会った時？はい、初めて対戦した覚えてますか？2軍で。2軍で鎌ヶ谷。チャラチャラ、もう襟足こんなやつな。え、対戦した覚えてます？二軍では覚えてないかもしれない。覚えてないですか？僕覚えてて。俺もピッチャーの時、相手打者とかあんまり見れんかったから、余裕がなかったと。ミットにとりあえず入ってくれって思って投げてたから。でも濃厚やってん。濃厚やった。濃厚。もう沢井さんにブチ切られたから俺一回。当てて当てて。沢井さんおったやん。しかも球速いから当たった痛いからそれブチ切れるって。懐かしい。僕も対戦した時147、8マックス常に掘ってて、僕はあのスライダーがめっちゃいい球掘るなと思ってたんですよ。ほんまかいな。まっすぐ系は球めっちゃ綺麗なんですよ。でも分かります、フォーシームの球めっちゃ綺麗なんですよ。それはやっぱ狙ってたらいけるなと思ったんですけど、あのスライダーが決まったらこうカンカーンって曲がってくるっていう印象がめっちゃ強くて、ほんま、いやこの人あと 2,3 年後したら一軍でやっていくのに嫌なピッチャー。逆やったね。じゃあだって投げてて、だってもうあの時の打線西尾今江もったよ。はいはいはい。そんなんもやっぱその次の年ぐらいからもうみんな一軍行ったんじゃん。そうですね。で、そうですね、すごい活躍しだして。はい、そうそう、逆や、うん、でもプロに入ってピッチャーで来たわけじゃないですか。はいはい。ピッチャーでずっと生きていこうっていう意識はもちろん持ってますよね。もちろん。でも野手っていう頭全く一個もないですよね。投手やったのは何年ですか？2年。2年、2年丸2年で、3年目のキャンプ、まあ、ピッチャーで行って 1軍キャンプ行って、はい、スコスコ打たれて2軍落ちてきた時に呼ばれて、はい、笑いながら「糸井君使えないよ！ハハッ！」って言われたっていう。誰に？誰に？ GM に、高田 GM に。ほんまやから使えないよ。場所聞いて、場所。場所どこ？トレーナー室のベッドの上。キャンプ中の？いやいや、鎌ヶ谷。鎌ヶ谷の。鎌ヶ谷の。ほんまやから。多分真面目に伝えるより、うん、多分柔らかく伝えたかったんでしょうね。使えないよって言われたことないから、うん、そこででもやっぱり、あ、ちょっとやばいって思ったね。野球人生2年で終わるやんみたいな、本気で思って。
いやこれそこでやっぱ危機感みたいなの覚えたね。それまで危機感あんまなかった、ね、なかった。いずれ一軍で投げれるやろうとか、まあ、感覚的に、ね、1位やし、はいはい、調子乗ってたんかな、はい、多少、まあ、調子乗ってたというかそこはねあの自分の多分持ってもらう身体能力ポテンシャルとかって、うんまあ、自分自身が一番分かるじゃないですか。でプロで多分1年目の、ね、キャンプとかパッてプロ見た時に、うん、やれるなと思いました。俺この世界パッと周り見渡した選手見え一発目、はい、一発目、はい、ちょっと思ったのでしょ。僕も思ったタイプなんですよ。あパッて周り見た時にあ 2,3 年ちょっと真剣にやったら多分やれるなここでやれるなって思ったんですよ。でもそれって多分結構僕大事だと思ってて、うん、あ俺このままだとこの世界では無理だと思ったら多分無理なんですよ、うん、でもレギュラーでも俺思ったのほんまにキャンプの一発目のブルペンと野手になってからは思ったそれ、はい、でピッチャーでは正味思ってないかもしれない、ね、ピッチャーの時はね。ちなみにプロ入るまでバッティングもちゃんとやってきたんですか？やってないね。まあでもたまにリーグ戦で打つぐらいでピッチャーがね DH がないところで全然練習はしない。本当にもうピッチャーのメニューですか？ピッチャーのメニューです。それはもう大学の時別にピッチャーで4番とかじゃなくじゃないじゃない、もう8番とか9番とかでもう送りバントしたり DH ない時はね。そうそうそう。3年目、はい、転校します。多分言われた理由が足速かったからかなって思うね。足を活かせるのは野手やろって言われたから、はいはい、まあ、バッティングはちょいちょい打ってたけど、うん、まあ期待はされてなかったんじゃないかな。足を活かした選手に期待したんじゃないかなって思うね、まあ三遊間にちょーんと打ったりだとか、そうそうそう、塁に出て足でかき回す。え、じゃあそっからじゃあ3年目にバッター転向して一軍定着するまで何年かかりました？丸2年は2軍でやったね。合計4年2軍生活。ああピッチャー合わせて。ピッチャー合わせて2軍生活は5、6年あるよこれ。そっから1軍行って怪我してまた2軍とかあったから野手になって2年やって3、4年目ぐらいちゃうかな。4年5年目ぐらい。じゃあまあピッチャーから野手バッターに転向。だからその時はもう1軍で活躍してたね。してましたしてました。で憧れてたっすもん。かっこやんこいつ。いやほんまに。で2軍で野手やるやん。で左バッターやっぱ見るやん、はい、左やから、うん、あの時エグかったもん。松中さんとか、はい、まあ、金本さんもそうやし、金本さんもそうね、いっぱい青木やら、はい、鳥谷、西岡見とったもん俺。どういうやつが1軍で左バッター活躍するのめっちゃ見てたからね。一番でも参考にしたバッターって誰ですか？うん、一番参考にしたのはやっぱり近くにおった稲葉さん、まあ、小笠原さん稲葉さん、はいはいはい、でも打ち方全然ちょっと違いますね。全然違うけど、まあ、やっぱいろいろ聞いたね。近くにチーム一緒やったし、オフとかやっぱ鎌ヶ谷とか来はるから、はい、ずっと見ていろいろ聞いたりして。結構研究熱心ですもんね。だって分からへんやん、ゼロからやん。まあまあもうだって一番最初俺何したか知ってる、野手になった時書店に行って、うん、中学生に教えるバッティングのバイブルみたいなあの連続写真とか出てるやつ知ってる？あるあるある。心ね。で、この人のバットは何グラムでって紹介されて、はいはい、あれ買ったからね。嘘や。ほんまやか、それ。それまだあるから俺部屋に。思い出やから。あった連続写真、篠塚さんとかよく出てくるよね。そっからやで。やっぱり。分からへんから。まずそれ買った。中学生に教えるバッティングバイブルっていうなんかあるあるあるあったやろ昔。わかるすわかるす。連続写真めっちゃ載ってるやつ。結構打ち込みました。うん。どのぐらい打ち込みました？二軍にいてこう野手に変わった時に。人生で一番努力したなって思うぐらい打ち込んだっすね。もう5000球ぐらいはもう余裕でいってるっすね。だから皮膚も慣れてないからすぐにベロベロなるし、はい、うん、ただれるし離したら痛いし。うん。プロ野球人生の一番の思い出ってそこっていうぐらいあの時期は真剣やったっていうか、まあ、土台がそこで出来上がったって感じですね。もともとでも糸井さんの体つきってパッて見た瞬間別にその線細い方だったじゃないですか。結構細かったよね。筋肉もそんなそこまでこう、うん、もともとしっかりとしたものを骨格とか持ってるんですけど、うん、そんなあの今みたいにカチッとした、はい、体つきとあんま見てなくて、うん、あ細い人で、まあ、足も速くて、肩が強い外野手なんだなっていう印象があったんですけど、いつからトレーニング目覚めたんですか？ダルビッシュかな。ああそうですか。ダルビッシュを間近で見てて、はい、トレーニングとかそういういろんなことをやるの好きやんか、うん、
である年むちゃくちゃでかくなってきたよね、ダルビッシュは。ああ、うん、ほんまにシーズンオフからの納会までの間ぐらいでもスーツが入らんぐらい、へえ、大丈夫かそれっつって、うんうん、やった方がいいっすよやっぱりとか言うてんねんけど、うんうんうん、ほんだら次の年もう手も足もつけれんようなピッチャーになった。なるほど、最初細かったよ、細かったです、細かったダルビッシュ。でもある年からもう また2段ぐらいバン、うん、ギアなんか上がったでしょ、しましたよね、もう絶対的なピッチャーになって、やっぱトレーニングでやっぱ必要なんかなって近くで見れて、こんな重たいのでやってんのとか、うんうん、それで刺激されて、はい、僕野手やったらもっと やりますよとかなんか言ってたよ。そっからっすね。ほんで、まあ、東京のジム行くから磯井さん行きますかみたいなね、まあ、ぜひ行こうってなって、うん、そっから一緒にやるようになったりして、うん、で、まあ、食事プロテインとかちょっと勉強して、うんうん、そう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 、すごい知識が豊富やからあいつ、はいはい、だからあの年でもねあんな契約取れるし、うん、まだまだ確かに。ただでも体でかくするのって結構なんか簡単で、リスクはあるけどね、リスクもあるし、うん、結構簡単じゃないですか、でかくするだけって考えたら。まあまあそうやね。でもその野球のポテンシャルをアップさせるために、うん、野球に合う筋肉作りっていうのはまた考えたらすごく細かい、細かいね。やっぱり大胸筋でかくするとか、はい、背中でかくするとかじゃダメよ、ね、だけじゃないですよね。そうそう、野球にやっぱつながっていかないと、うん、ダメやし、まあ、今そういうトレーニングも結構あるし、うん、今はもうなんか YouTube とかでねいろんな情報が飛び交ってるんですけど、僕からすると糸井さんもなんかでかくしすぎだろうなっていう感覚なんですよね。 それ今やろ、まあ今いやでも本当にそのでかくしたものをうまく体を扱う、体でかい人ほどほんまに多分あの体重がもう100キロとか超え出したら扱いにくい、うん、やっぱ扱いにくいですか。にくい、やっぱり足も重なるし、はい、走っててあちょっと重すぎるなとか感じるし、うん、まあ、そこはやっぱでも大谷君もめちゃくちゃやるみたいだし、うん、そうですね、そこはちょっと見てみたい。でもでかくしていってる、ね、でかいやん大谷君もなんか見たらでかい。でも僕の感覚だと、まあ、バッティングってまあ肘と体がもう離れた瞬間に僕はもう無理だと思ってて、あ後ろがね、はい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 、ここがもしこの筋肉が、うん、じゃあ幅10センチでかくなったらこの幅が10センチ体が離れるってわけじゃないですか。ダメや。ダメなんですけど、うん、それをうまくコントロールしたじゃないですか。そこのバッティングの意識ってなんか変わってるんですか。この細い時とでかくしていってからのバッティングのこの出し方ってイメージ変えてるんですか。出し方特に変えてないけど、はい、まあ、ちょっと離れるようになったね。離れると打席キャッチャー側に構えると、はい、いやいや、あーなるほど、インコースをちょっと広めに。今までラインが結構ラインキチキチやん、やっぱ若い時ってキチキチ踏んでて、はい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 、それでもインコースパチンと切れてさばきしたりと、そうそうそう、それがやっぱ詰まるようにはなってきたってこと。詰まるし、あの、まあ、見逃しもあったし、まあ、どんどん離れるようになったね。でも外は届くみたいな、うん、だからあんまり自分でどこがいいのか分かってなかったかもしれないし。あ、そうですか。だからいろいろ試した中でちょっと離れていったかな俺。なるほどね、打席から出し方は意識的には変えてない、ね、待ち方とかは変えてたけど、やっぱ攻められ方が若い時とこう中軸を打つようになってからはやっぱ違ったから、はいはいはい、もうガンガンこっち来るし、逆に、うん、そうやね、それはあるかな。糸井さん、まあ、日本ハム、オリックス、はい、阪神3球団渡り歩いて、はいはいはい、どうですか、日ハムの時はどういうところを経験して成長できたなと思う部分ありますか。日ハムはやっぱり僕の可能性を見出してくれたっていうのがあるんで、うん、やっぱり野手っていう選択を出してくれたのが日ハムやし、はい、僕の中じゃ考えてもいなかったことだから、うん、まあそれに挑戦させてくれて、まあ、僕も答えを持って必死にあったんやけど、うん、同じ関西のオリックスから阪神、はい、っていうその決め手は何ですか。ある意味西岡剛ですね。一発目で電話西岡剛やろ。ある日電話かかってきたの。阪神タイガース入ってきてどうでしたか。毎日 WBC やな思ってたね。